料理に興味津々の女の子が親子で作れるイケてる料理に挑戦。イケメシ。こんばんは、榎本彩乃です。こんばんは、料理家の菅野直子です。今日のイケメシは、せーの、こちらです。キャベツをたくさん使ったヘルシーな蒸し料理に挑戦です。材料です。鶏胸肉、キャベツ、しめじなどご覧の材料を用意しましょう。ではまず鶏肉をそぎ切りにしていくんですけど、ちょっとお子さんだと薄く切ったりするのが危ないかと思うので、お家の人に切ってもらってください。火が通りやすくするために薄めに切っていってください。じゃあ切った鶏肉に塩麹を入れて揉み込んでください。はい。塩麹を使うと味がつくだけでなく、お肉を柔らかくする効果もあるよ。よーく揉み込んだら冷蔵庫で30分ほど置いておこう。では次にキャベツをちぎってフライパンに入れていきます。食べやすい大きさでいいよ。ブリブリブリっと。キャベツとしめじは手でちぎっていこう。洗い物が少なくなるし、味が染みやすくなるよ。食材が偏らないようにまんべんなく敷き詰めていこう。たらここに塩を振ってください。全体にかかるようにお願いします。たらこの上に先ほど揉み込んだ塩麹の鶏肉を並べていきます。お肉同士が重ならないように並べていくよ。ここで今日のイケメシポイント。これから蒸し焼きにしていくんですけど、ちょっと焦げやすいので火加減に注意して、最初中火で5分くらい、次弱火にして5分くらいがちょうどいいかと思います。家庭によって火加減違うので、様子を見ながら蒸し焼きにしていってください。蓋を閉める前に酒と水を彩乃ちゃん振りかけてもらっていいですか。はい。酒と水は大さじ1ずつ振りかけていくよ。そしたら蓋をして火をつけていきます。はい。中火で5分、弱火で5分ほど蒸していこう。時折フライパンを揺らしたりして焦げつかないようにしようね。そろそろいいかな。開けてみてもらっていい？はい。バッチリ蒸し上がってるね。うん、美味しそう。じゃあ器に盛り付けてってください。はい。綺麗にお皿に盛り付けたら出来上がり。野菜がたくさん取れる塩麹蒸し、味はどうかな？お肉と野菜がとっても柔らかくて美味しい。それに塩麹も効いててとっても美味しい。あ、よかった。お肉も柔らかかったかな。うん。あとキャベツもたっぷり食べれて美味しいね。